はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション X 続きをやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、ガシャやったのでね、やって強いブロリー貼りましたね。フルパワースーパーサイヤ人4ブロリー貼りましたね。まあそんなんとかね、入ったので、まあいい加減ね、このね、暗黒魔界創生編のね、ゴッドボス倒そうかなと思ってね、ここまで来ました。なのでね、ちょっとやってみようと思います。まあレジェンドクリアどうかできるかどうかわかりませんけど、まずね、ちょっとやってみようかなと。頑張ってみましょう。これは仲間のアビリティ発動で体力ボーナスで体力ヒーローエナジーボーナスでヒーローバッジのチームボラウンド1敵のアビリティ発動だ。これこそが魔術です。さて、これは誰でもいいか。とりあえずクラウンもね、どっちみちね、まあ、絶対気絶しない悟空がいるので、悟空じゃないか、バーダックか、これバーダックがいるので、仮面のサイヤ人だね。仲間のアビリティ発動だ。ソトン玉レベル3でいくぞ。ターゲット確認。とりあえず1ラウンド目はね、もう何やっても食らうので、もうチャージインパクトもアホみたいに速いので、2ラウンド目勝負でしょうね。はい、あんなの見えない。相手もでも結構やっぱりシャンパー入れてると崩せますね。まあ、1万2000ぐらい食らうんじゃない？ねえ、ほら、1万2000。まあ、大体こんなもんですよね。ソトンダバ、君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ソトンダババトル発生。まあ、当たっても技はね、使えないんでね。まあ、ちょっとぐらい削っといてもいいかな。ソトンダバ発動。1000ぐらいいけばいいんじゃないか？ちょっと嬉しいかなってぐらいですけど。あ、これだったらブロリー出した方が良かったかもしれない。そうだね、ブロリーも気絶しないもんね。敵のアビリティ発動だ。攻撃を開始します。バイバイバイ。敵の攻撃を開始します。バイバイバイ。ソトン玉の次元、敵のアビリティ発動だ。これこそが魔術です。ラウンド2ヒーロースキル発動。はい、海洋深海バッジ。これで2ラウンド目こっちが先手取れるはずなので、まあ、ここで決めないとまずいですよね。シャンパもいっていいのかな、これ。でもチャージインパクトは勝てなそうだから、これでもいいか。で、ロックオンだもんね。こっちのね、マージンドミグラの方をやれば、いいと思うけど。仲間のアビリティ発動だ。ソトン玉ターゲット確認。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタン押せ。おい、そらないよ、パーフェクトって。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ボタン押せ。パーフェクト。よし、君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。ダメージアップ。おお、悪夢を見せてやる。ギガンティックジェノサイド。わあ、これでも1万5000なんだ。もう一発いけばいけるか。じゃあ仮面のサイヤ人いるからね。よし、やるじゃないか。ソトン玉発動。
なんだかんだ頑張ればいけるかな。あーどうなんだろう、クロノアでいけるかな。あと1万。お、ダブルモードあんのか。おーいいね、受けるダメージ 50% ダウンとか出ましたね。グレイビー、おっと敵のチーム来た。あでもあっちゼロだからね、ヒーローエナジーが。まあ、頑張ればいけるかな。無理だなあれは。壊れたけどやばいんじゃないこれは。これはまずいな。1040はガードしてもダメだろ。全員突っ込もうか。じゃあダメ元で敵のチームの攻撃だ。あもうちょっとないな。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。ミラクルパーフェクトどう。いいガードだ。1040ガードできる。もしかして1残るよね。おこれいける。もしかしてこの次いかんではいける。敵のアビリティ発動だ。あよし、連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。これは暴走攻撃だ。これいったか。いったな。これちょっと運だけどね。いやそれはいい。大人もいいや。勝った。これ勝った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 。めんどくせえな。やっといけた。あークロノアでとどめさせたかったな。なるほどね。ってことは狙うとしたら、そうね、ドラゴンボールを手に入れたぞ。それは君のものだ。これで時空の歪みも収まるはずだ。ありがとう。うん、なかなかの強敵だったわね。残り体力1。ウルトラクリアだ。すごいじゃないか。ドラゴンボールをゲットしたぞ。さらにスコアがアップしたぞ。おお、シャンパー来ましたね。強い力を秘めているぞ。ありがとう。君のおかげで時空の平和は守られたわ。小さな野心がやがてドミグラを蝕み魔人に変えてしまったようね。またドミグラが時空を乱すことがあったらその時はよろしくね。おお、なんだこれ。スペシャルバッジゲット。魔人ドミグラ撃退ベッジ、バッジだって。ベッジだね。バッジね。あ、ポタラで来るんだね。どうしよう。じゃあ、捨てるのがない。じゃあ、ここいらないか。先ず。まあね、復活機能レベル5あるからね。そのヒーローバッ、
はい、とりあえずね、今回はね、これだけなんですけど、まあ、レジェンドクリアするのには、あれちょっとね、攻撃をわざと必殺技ずらして、まあ、クロノアで最後とどめさすか、エリートタイプがね、クロノア1体だったので、まあ、クロノアの、ね、エリートタイプと合わせるかとかね、まあ、そんな感じでね、ずらして、まあ、最後必殺技で決めればいけるかもしれませんね。多分そういう感じでレジェンドクリアになるんじゃないかなと思います。そしてね、まあ、レジェンドクリアを狙わないんであれば、あの、クロノアのところを、あのターブルに変えて1ラウンド目ねわざとターブルで食らってあの底上げしてねあのパワー5000上がりますよね。それであのスーパーウーブが2ラウンド目に1つになった力みたいなあるのでまああれ使うのもいいでしょうし、まあ全員パワーが上がってるのでね、そしたらねあのアサルトスカウターじゃないんですね自分。じゃあアサルトスカウターにすると攻撃力が 1.3 倍なのかなになるので、まあさらにダメージいきますよね。あと必殺技も決まればね元確実にいけたと思いますけど、海洋深海バッジで、ね、手に入ったことによって2ラウンド目に、まあ、先手取れるので、まあね、もうデッキ次第ではあわよくばあそこでいけるんですよね。まあ、1回ね、参考にさせていただいた動画とかあったんですけど、まあね、コメントとかもそうなんですけどね、まあ、こういう戦い方ありますよっていうのをね、結構勉強してまして、でやはりね、なんか一撃で倒したりね、してるので、そうですね、3万ダメージとか言ってますからね。自分の場合、今、ブロリーで1万5000ぐらいでしたよね。あれも2万くらいまで行くんじゃないかな。と思いますけどね。あと、組み合わせでは、本当に2ラウンド目で行けると思いますね。なので、ね、ちょっと、まあ、時間かかっちゃいましたけど、まあ、あれもね、グレイビーをね、ちょっとカットしたんですけど、グレイビーを呼んでね、まあ、攻撃食らったおかげで、ヒーローエナジー減らなかったり、あれがね、プティーン呼ばれたらね、やはりヒーローエナジー5個持っていかれたりするので、まあ、今回勝ったのはね、まあ、実力ではないですよ。運もありましたね。完全に運だと思います。それでね、まあ、実力で勝つには、やはりね、チャージインパクトもそうですし、やはりデッキでしょうね。まあ、そんな感じでね、だんだんね、まあ、初心者ながら、まあ、だんだん分かってきてる感じでね、やっとここね、もうずっと行き詰まってたので、100回ぐらい戦ってますね。やっと勝てたので、今初めて勝ちました。なので、またね、こうレジェンドクリアとかも、やっぱ狙えたら狙いたいですよね。なのでね、またクリアできたらできたでね、また配信していきたいと思います。あと、ゴッドボスね、あの、魔人ドミグラ編の時の祠の2番目とかも、まあ、もうそろそろいけるんじゃないかなとか思うんですけどね、まあ、他のとこもクリアしてないので、まあ、ちょこちょこやってクリアできるようになったらね、またね、配信したいと思います。まあ、何かしらね、クリアしてね、ゴッドボス倒して配信していきたいと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。またね、ヒーローコインガチャね、溜まったらね、またやりたいと思いますので、まあこれ引いた方がいいですよって。今のが、GDM かな？ゴッドミッションか。まあ2段、3段、4段のね、あたりにまたね、いいカードがあるみたいなので、まあそれもね、引いてみてくださいって言われてるので、まあ溜まったらそこちょっと手出してみようかなと思ってます。まあね、それでね、カードもだいぶ溜まってきたんでね。で、充実させて、これからもやっていこうと思います。ではね、まあ難所1個クリアしたので、まあ自分的にはね、ものすごい苦労したので、まあ大満足です。まあね、上手いから、方からしたらね、もう全然でしょうけどね、もう本当に運じゃん、みたいな感じな、だと思います。自分でもそれ分かってるのでね。でもね、自分では、もう満足してるので、そうですね、レジェンドクリアできればまたいいですよね。おそらくあの戦い方だとは思うんですけどね、まあ、クロノア入れなくちゃないんでね。シャンパ入れないとちょっとやっぱチャージインパクトを勝つのに、そうだね、あんま得意じゃないので、まあ、心細いのでね、入れてね、まあ相手を乱したおかげで、チャージインパクト決まったのか、まあ最後パーフェクト決まったのがね、やはり大きかったですね。ということで、今回これで終わりたいと思います。なのでね、またね、かっこいい勝ち方できたらね、配信したいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。